番あれですか、やっぱり肉玉そばが一番いいんですかね。肉玉そば、イカ天が、このイカ天がもう広島らしい。広島らしい、はい、あ、じゃあイカ天をください。イカ天そばでいいですか。はい、はい、いや、すみません、大した店じゃないですけど。そうですよ、本当。あの、そうです、すみません。いえいえ、そのです、あの恥ずかしがりやがって。ね、地元の人が来れなくなっちゃうのが良くないっていう人もいますんで。そう、あんまり評判出てないですもんね。だってホームページとかあんなもないし、はい、看板もないですよ。確かに、のれんもない。何も普通に探すのは難しいですよね。でも最近はね、そうやってグルグルみたいな乗ってるみたいな。あ、グルグルの、はいはい、そうそうそう、あれでなんか調べてお金で気が入りました。もうおき皆さんそれぞれお気に入りだから、このお店が今ね、はい、違うんですね、はい、だから有名なところは美味しいけど、じゃなくて近所のみたいなとこが多いですね、広島はね。はい、もともとこちらのご出身なんですか。まあ、広島なんですけど、まあ、隣の町、市街地っていう、このエリアが好きです。いや、この近所の陣営に住んでたんですよ。あ、で結婚してね、結婚してちょっとこっち側に来て、で、お店をじゃあ始めようかっていう時に、まあいろいろ探して、で、たまたまここに土地があったんで、で、まあ、だけもともとやりたかったんですよね、僕は。お店って言っても、はい、もっとこう駅前の目立つとか、はいはい、やられてた。そうです。いや、最初はそんなのを考えてテナントとかも探したりしてたんですけど、はい、このお店に立って黒猫大和って言っていいの。黒猫大和でドライバーのトラック乗ってお金貯めようと思ってやられたんですね。やってたんです。で、十何年やって、はい、この店やりたいってなった時に出前しようって思って。ああ、出前、出前すれば別にメイン沿いじゃなくて、そうですね、そうですね、混んだところで、はい、こっちから行けばいいやと思って。ああ、大きい店じゃなくてもやれる、家まで持って行くって思って、で、黒猫山でいたんで、もう挨拶得意なんで。そうか、まあ、僕が 出前出て、この奥さんが焼いてくれれば、ヤマトの荷物集めるとこなんて別に目立たなくていいですよね。そう、変なとこありますもんね。そうです、そうです、隠れた場所は別にどこでもいいです。選ばんなと言って、そういう発想ですね。そうですね、出前メインで行こうと思って。メインじゃない、メインじゃない、はい、今はもう店内が多いと。店内、いや、そんなことない、出前がメイン、出前が多い。結局出前は多くなったんですけど、別にメイン最初は、そう、まあ、武器としてとは思ってないでしょ。出前を武器にって思ってないでしょ。そうそうそう、まあ、メインって言ったらあれだけど、うん、一つの、そう、この辺なかったんで、出前が、はい、その地域が、そうですね、おばあちゃんとかやってるところは出前できないですよね。そうそう、うん、こう田舎なんで、はい、あと、どうしてれば分からなくても来ますからね、勝手に。そう、それがたまたまこの SNS とかがね、流行りだったっていうのが、タイミング良かったですね。うん、看板とか出してない、うん、そうですね、うん、もともと奥様がそのお好み焼きをなんか勉強されたというか修行されたんですか。いや、私お好み焼きが大好きで、はいはいはい、もう学生の頃からアルバイトでお好み焼き屋さんに行ってたんです。で、結婚してからもパートで行ったりとかしてて、でまさかお好み焼き屋をやるとは思ってなかったんで、ただパートで行ってただけです。それがもうね、サラリーマン辞めるっていうからしょうがなく焼いてみます。今はしょうがなくはない、しょうがなく始めた。でも今は楽しい。
ね、優しいご主人そういうのも分かって始めた。いやいや、違いますよ。優しいのは私ですよ。許してくれた。土下座ですか。最初、本当に。一回やったら、すぐダメになるだろうと思って。あまあ、諦めるだろうって。諦めないかみたいな。そう。で、取れれば入ったり。でも、そのままゴールだろうと思ったら。あ、そっからもうその最初から。入る前から、思いがあったんですか。そうです。え、比べると何年ぐらいだね。12年。ああ、じゃあもうすごい熱意が12年続いた。12年、うん、ずっと思ってる。そうそう、普通ね、男の人ってよく言うじゃないですか、2年、3年でね、これやりたいって。お金したいとか、お店したいとか。そう、それで終わるかなと思って、そしたら10年経つのまでやりたいって言って。いやー、それはこれは本気だって。うん、そうですね。一回やらされるとダメだやらせてもらいました。配達ですね。ヘラで食べる。はい、ヘラで食べます。はい、もう、だいぶ上手になってます。だいぶ、はい。やけどしながら食べてます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。こちらしょう。こんにちは。あ、今16年目だったかな。16年目。はい、ちょっとなかなか長い方というか、まあどうなんですかね、まあ、まだまだやりたいですけどね。多分大きいお店で駅前とかで開いたらこんな長くやれなかったことですかね。でもそれこそ最近は SNS があるんで、やっぱり探してもうここまででもね、ピタッと観光客の方の方が、知らない人の方がピタッとここに泊まってですよね。先生、こまいね。そう、2人でやってる、ちっちゃい店。取材拒否の店としてこうそうそう、たまに取材あるんですよ。あ、そうなんですか。あのローカルのね、テレビ局とか常連さんですもう分からんぐらい。分からんぐらい。腰が痛くなる。ちょうど話を。YouTuber になったら、でもまず飲みそうですって。自分の好きなものがいいんじゃないって言って、ね、あの、団体があるね。すごいですね、でもね。これは、あれですか、誰用のやつ。あ、これ自分らです。自分たちの。はい、まかないです。毎日をお好み焼きです。昼は。まかない用のお好み焼きはちょっと違ったりするんですか。いや、あ、肉が多いぐらい。肉を足すぐらいです。ずるいのまかない用って思われる。でも肉ダブルとかトッピングでできるんで。はい、そうですよ、ね。家庭の食材をこう足すとか。はい。ないですね。あ、メニューはいろいろありますもんね、そもそもね。これは俺だ。すいません。いや、イカ天ネギですよ。それもやっぱネギもよく食べたり。イカ天ネギが一番。イカ天ネギが美味しい。イカ天ネギ好きだね。はい。いただきますね。あ、すいません。はい。イカ天が蒸したらまた出汁が出るんでいいですよね。美味しいですよね。そうそう。うんうん。あ、美味しそう。さんは持ち入りです。持ち入りです。うどん半分がある。うどん半分で足らないので。1.5 とかするお客さんが多いので、あ、麺は、あ、そうです、はい、半端になっちゃうんですね。そうですそうです。在庫処分。僕らの昼ご飯は。結構でもうどん頼まれる方意外といらっしゃいますよね。うどん、あ、いますね。うん。美味しい。自分の周りにおらんかったんで。あ、そうです。うん。じゃあうどん派の人はもう絶対うどんですよね。そうですよね。うん、そうですね。うどん食べたことないですか。あります、あります。あ、あります。うん。でもやっぱりそばがいい。そばですね。うん。特にボロさんみたいなあの
そのままのところは茹でるところは別にあんまり美味しいないんでどちらがいいかなと思うんですけど、あ、茹でるとかも好きじゃない、あの水が飛ばないままなんかこう、あの、すごい中で重要な感じになりますよね。そうなんです、今は焼きになってますね。本当はハンバーグ屋で、ハンバーグ屋に電話したんですよ。ハンバーグ屋で、あの、修行させてください。はいはいはい。言ったら、うちはそういうのやってないって言われて、あの、で、それで、違う、それで家でずっとハンバーグを作る。あ、そうそうそう、自分で本買ってきて、すごいな。何やったんだろう、ただの家庭の味ので、それを県営で作ってた。毎日毎日のハンバーグ、こんなことで店が切るわけないでしょ、みたいな。それで、諦めちゃったね、もうハンバーグ屋は、あの、舐めちゃダメよって言われて、はいはい、もうダメだとされて、お好み焼きじゃないんだけって言われたんですよ、この人、この人パートで行きようと、はい、お好み焼きみたいに簡単に焼けるもんじゃないんですよ。お好み焼きはそれも語弊があるけど、はい、語弊があります。飲食店舐めとるって言われて、いやいや、お好みいいじゃんってな、急にお好みになって、はい、そう、お好みで行きますじゃん。ライバルが多いですからね、広島。まあ、そうなんですけど、ね、大変やったでしょうね、本当。まあ、でも回転はしやすくて、お店はね、研修行ったんですよ、主人がね。で、その研修で毎年100件はできるけど、100件は潰れるって。あ、そんなに？そう、だから同じ数、店の数は100件できて100件潰れる聞いて、覚悟して始めた。昔、町内に2軒ぐらい、あの、こういう家を、お好み焼きしてるみたいに多かったですけど、もうほとんどなくなりました。へぇ、ちょっと大きいところが、家が大きいから、そうですね。だから1年持ったら、まあ、頑張れるって思ったら、とにかく1年必須で、はい、さっきもちょっとお話ししましたけど、はい、あの、三木はまあそんなにこう駅前じゃないから、はいはいはい、家賃もすごい高いじゃないですか、はいはい、だからこう、あと地元の人に聞かれれば OK みたいな。そう、もうそこだけです、はい、で、家でやってるからまあ経費もね抑えられます。そうそうそう、家賃もね、ここの家のローンみたいなもん。まあ、出前はできればね。そうだろ、自分はこの猫で配達を教えてもらったんで、配達は負けないです。でも多かったんじゃない、今まで取材したお好み焼きさん配達してるところ。あ、すごいですか。結構あるでしょ。そうでもない、あんまりご自身でやってるのは少ないじゃないですか。あ、本当ですか。この人がバイトしてたとこが出前バンバンしてたんで、もう出前するもんだっていう、出前がいいなって思った。全然違いますよね。うん、言いながら地元で知らなかったけど、年末とかで普通に売れるっていうのはびっくりしましたけどね。お盆、自分で作るの大変じゃないですか。美味しいないし、そう、広島風が左のとか美味しくないですかね。鉄板が熱くならないですからね。でも手軽ですよね、一人前でこの食べれるから、うん、で帰ってきてると久々にね、食べたいですよ、その子供らもね、うん、ちょうどいいですよ。で、出前してくれれば助かるみたいな。そういう時はもう1時間とか2時間半待ちとかになりますね。2人なんです。そう、2人だから。そこでバイト入れるとかじゃない。とにかく2人なの、まあ、でキャンセルも食べるために1時ぐらいに。この上がりが悪い。ああ、じゃあもう待てみたいなのもいいけど、まあそうそう、もうそれはそれでしょうがない。はい、うん、無理してもしょうがない、ね、そう、そこで全部は拾えない。
人でやれるだけでやろうっていう。参考になりますっていうか、そういうやりたい人は多いんじゃないですかね。そうなんですかね。まあ、好みあってね。大きくなくてもいいから、うんうんうん、最近はね、昔は大きくやりたい人多かったんだろうけど、最近違いますよね、やっぱね。家族が深いところでやれるし、みたいな。うん。こんな店があるって面白いね。ぜひ鉄板でチャレンジしてみてください。ケラで。食べちゃったよ。あ、大丈夫。はい、食べちゃった。みんなやけどしますね。どうぞ。すいません。はい、ありがとうございました。またお願いします。またお願いします。一杯飲みましょう。いや、大丈夫ですよ。ぜひ。いや、普通のカフェを見るだけなんで。店長、名刺を出して。あ、あっ。このスーパーの店長。3キロ歩くまで。ねえ。ですか。うん。どうぞ、ゆっくり行って。それは助かるんです。そうしてもらっちゃったら、ああ、そうしてもらったら、あの、一人で行くか二人で行くか違いがあって。じゃあ結構食べに来られるんですか？週1ぐらい。週1ぐらいです。ね、はい。